日ソ対抗サッカー第2戦は勤労感謝の日の今日午後2時から東京の国立競技場で、右側白のユニフォームソビエト代表のキックオフで開始されました。ソビエトは今日の第2戦もエースストライカーブロヒンを故障上がりのためベンチに置き、10番キピアニのリードで大量点を狙っています。ソビエトチームは80年のモスクワオリンピックで金メダルを目指し、このほど若手に切り替えています。スピード豊かな組織プレーで第1戦に快勝しているソビエトは5分リターンパスを受けたキピアニがシュート、跳ね返るところを自らヘディングシュート、1対0と早くも先制点。パワースピードで日本を圧倒するソビエトは14分にもキジャツルリンがゴール前でベレジノイからのパスを受けて右サイドからシュート。19歳のキジャツルリンはシュートの際足を痛め交代。前半は実力通り2対0とソビエトリードで終わりました。後半に入り 70% はボールを支配するソビエトは、左コーナーキックからゴールキーパー田口のクリアボールをフルバックコスタワが鮮やかにボレーシュート。ソビエトは14分にもキピアニのシュートで1点を加え4対0。日本代表もなすすべがありません。余裕十分のソビエトは残り13分で故障上がりのブロヒンを投入するファンサービス。しかし日本は終了間近にゴール前で PK を得ました。藤口のキックは一度キーパーロメンスキーに阻まれましたが、突進した藤口が蹴り込み4対1と辛くもシャットアウトを免れました。